あともう一つちょっと紹介し、もう一つ紹介したいのがあって、ですね、夏に買ったこのカバン、前までね、あのノースフェイスのリュックサック、バックパックも使ってたと思うんですけど、あのちょっと出かけるときは、これ持ってくようにして、で財布なんですよ、今回、財布これ使ってるんですよね。結構デカめの財布で、これね、あのバックパックで行くときは全然いいんですよ。でもこのバッグで行くとかなりこれ邪魔なんですよね。ここの幅だけでもいっぱいになっちゃうし、ここに携帯と、まあ長く行くときはモバイルバッテリーと鍵とイヤホンと、まあ、その他いろいろ入れるともうバッグがもうパンパンになっちゃう、こんぐらいになっちゃうんですよ。だから扱いづらいっていうのと、あとなんかこう出すときもなんかこうあれなんですよね。なんて言うんだろう。出しにくいっていうか、このちっちゃいカバンから。この小さいカバンを持ってて、財布がこの体積の大部分を占めてるのってちょっとどうかなと思って。あの、大きいバックパックだったらいいと思うんですけど、ね、あの、これね、これ、あれ、だといいと思うんですけど、ちょっとね、これはあっちで使うとして、あの、サブの財布を買い、どっちがメインになるか、あの、今後わかんないですけど、まあ、もう一つ財布買いました。財布って言っていいのか分かんないですけど、これです。カードケースみたいな、もう、そんぐらいの大きさのやつですけど、こんな感じのやつですね。なんかレザーになってる。フェイクだと思いますけど、レザーになってるっていうやつで、これドンキの上の、2階の、なんか、衣服とか、アクセサリーが売ってるところで、なんと980円。違う、998円で売ってました。こんな感じのやつですね。ちっちゃいですよ、ほら。ちっちゃくないですか、ほら。ちっちゃいです。この財布と比べても、縦はちょっと大きいけど、横幅なんてもう、2分の1まではいかないけど、まあ、厚みとかもそうですよね、ほら。このね、この、なんて言えばいいんだろう、ショルダーバッグの中に、この財布がこうやってあるのと、これがこうあるのとじゃ全然面積違いますよね。面積っていうか体積違いますよね。その分他のものも入れられるしっていう感じですね。あと今なんかその、なんか、なんだワイヤレス、違うな。なんだっけ、何決済ってんだっけ、このスマホとかウォッチとかでタッチレス決済があるじゃないですか。あれが主流になってくると正直現金使わないんですよね、あんまり。自分もね、そのスマホ、あの、これは持ってないんですけど、だからスマホで決済したりしてるんですけど、あの、それが主流なのに、まあ、ここまででっかい財布を持っていく必要があるかと。結構、でもそんな現金を大金持ち歩く場面もないし、正直これね、必要ないんですよ、こんだけの大きさの。これで十分なんですよね、今の。カードもそんな使わないし、現金も少しあれば、あの、まあ、ジロなんかはあの、なんだ?あれ、でもわかんないな、券売機どうなんだろう、ちょっとわかんないですけど。あの、まあ、対応、あの、ラーメン店とかはおそらく対応しないとこも多いと思うので、まあ、持ってないとは、現金は持ってないといけないんですけど、ここまでいらないだろうと。コンビニとかスーパーとか、まあ、そのでっかい店行くんだったら、もうそのタッチレス決済でこれ現金いらないだろうって話なんですよ。だからこんなにでっかい財布はね、今思ってあんまり、いらないのかなとは思いましたけどね。ちょっとここら辺怖いから隠しておきますけど。まあ、こんぐらいあるわけなんですよね。いらないですよね、こんだけ。だから、でもこれは、その、大きいバックパックの、あの、財布として使おうと思ってて、これを買いました。でもこれ998円ってすごくないですか、これ。結構質感いいんですよ。フェイクとはいえ、結構この、なんかデザインのシンプルさとコンパクトさと、ミニマルさの。なんか、こういうの流行ってますよね、なんかミニマル財布みたいな。なんかクリップで留めてる人とかもいましたけど。ああいうの憧れて買ってみたってのもあるんですけど、はい、こんな感じですね。なんかあんまりむき出しだとほろいそうなので、まあ、ちゃんと折ってるやつ買いましたね。こんな感じ。うん。財布と呼んでいいのかな、これは。普通にカードケースかもしれませんけど、一応これ財布として使います。はい。こんな感じ。干渉剤って言わない。なんだよ、これ。が入ってて。ここが、お会計の。こんな感じのところのやつですね。チャイナ製と堂々と書かれている合成革です。
はい、こんな感じのやつですね。うん、いいじゃないですかね、これポケットとかにも入るし、だからこれさえ持っていかなくてスマホと財布だけであればいいみたいな時も全然いいじゃないかなと思いますね。ちょっとお金入れてみますか。ピン札だな、もったいない。あ、そんなことなかった。これがね、二つ折りだと入らない。どうすればいいだろう。四つはな、三つでいこうかな。もらったお札をわざわざ三つにするっていうのもめんどくさいんですよね。三つでいきます？ちょっと適当ですけど。三つだと入りますよね、ほら。でもあれだ、探すのがめんどくさい。5000円か1万円か1000円か2000円かわかんないですよね、これじゃ。札どうしよう。あ、大きい金はここに入れるっていう手も、あ、入んないな、でも。ちょっと迷いどころだな。あ、でも小銭もあるのか、そっか。ここ小銭にすればいいか。ここでかいとこ小銭だ。で、札、いやー、きついな。柄でわかるかな、5000円とか1000円とか。まあ、小銭入れてみよう。小銭。小銭ね、これね、バカだから計算できないんで、増えちゃうんですよね。とりあえず、100円と500円とかなら入ると思う。あと10円をちょっと。これ変か。これもあまり入れすぎるとこ分厚くなっちゃって、これね、あれがなくなるので。とりあえず、1円はいらないかな。使わないですよね、正直。おー、いいんじゃないですか、これ。うん。いいと思いますよ。あ、いい感じ。いいですね。1000円もとかも。ちょっとピン札なんですけど。まあ、いつかは折られるわけなんで。綺麗に3等分しときましょう。これがちょっと心配。この柄でわかるか。この、なんていうんだ ?1000 円、2000円、1万円が。2000円ってあんまないか。これはちょっと取り出して確認するあれもありますけど、お札はそんなにかさばらないですね。3等分したところでそこまで厚みは出ないです。でもこれもね、そこまで、きっちり、皮の厚みだけで、あれなんじゃなくて、なんて言うんでしょうか。なんて言うんだろうな。ちゃんとこう、余裕を持って作られてるので、多少、いっぱい入れたとしてもそこまで、かさばりはしないと思いますけどね。でもお札、普段使いを考えて、3枚。あ、いいんじゃないですかね。うん。あ、でも大体わかりますね、色合いでね。うん。ちょっと5000円と1万円がいまいちわかんないけど。まあ、1000円がわかれば、パッと取り出すのって多分1000円だと思うので、まあ、1000円がわかればいいかなと思います。カードをいくつか入れてみますか。でもカードって、正直これね、今ね、ちょっと一応映さないでおきますけど、いくつだこれ。10万円ぐらい入ってるんですよね。これ使ってないんですよ、正直全部。だからどうしような。何入れとけばいいんだろう。あ、でも一応何枚入るかやっときますか。このあれだな。この数字が打ってあるやつやばいんだな。ここら辺でいきますか。ほんとこれ使ってないんですけどね。はい、やこんな感じでまず1枚も入りますよね。2枚で問題はここにもう1枚ずつ入るかっていう。入るね。入ります。あ、若干きつい感じはあるけど、あ、ちょっとね、形は出ますけど、ちょっと無理やり感はあるかもしれないけど、まあ、日常使いではいけそうな感じですね。こんな感じ、厚み。あ、全然厚くならないね。あ、ちょっと開く感じはありますけど、これは慣れかなと思いますね。でも正直カード使う、でもカード入れないかもしれない、下手したら。入れないと、あ、でも一応2枚入れときますか。厚み見るために一応2枚入れといて、まあ開く感じはありますけど、全然厚みはないですね。うん。いいです。で、軽いしね。うん。本体が軽いんでお金とか入れても軽いですね。で、今、入ってるのは、
お札1,000円、5,000円、1万円の、まあ、3種類入れてみて、小銭が5、6枚かな。そしてカード2枚入れてみたんですけど、まあ、大体普通の人ってこんぐらいですよね。うん。あ、全然余裕っすね。ここに入れてもね。うん、全然。あ、っていうかもうさ、これ、小物に入るからもう、ここのポケットに入れちゃってもいいわけだし。あ、これ便利だな。ほら、もう、ここどころが、ここの、小物ポケットのとこに収まっちゃって。まあ、これはまあ、運用次第で考えていきますけど。まあ、これと、今、これでしたからね。これから、あれするとかなり小さいですよね。これと、携帯がないぜ。携帯がないぜ。携帯はいいわ。そのバッテリーが携帯だと思っていただいて、いや、あ、そういえばこれ、あの、このバッテリーとイヤホンって、この、どっちも、てかバッテリーがこれ鋭利すぎて、傷つくんですよね、これ。ちょっとこれどうやって入れようかちょっと今考えてるんですけど、今ちょっとポケットに入れていこうかね、一応。で、まあこんぐらいですからね、自分。普段持ち歩くのは。うん。で、まあ携帯とモバイルバッテリーあるときは入って、一応このケーブルが入ってって。いや、全然余裕。ほら。軽いし。これは神かも。いいの見つけた。これもね、なんか、ちっちゃいのって、まあ、結構売ってるは売ってたんですけど、なんて言うんでしょうね。すごい。あの、でも、これがなんか一番小さかったかもしんない。同じサイズ感のはあったんですけど、なんかごつめだったりとか、なんかちょっと派手すぎてなっていうのあって、これが一番良さげでしたね。こう、シンプルで。デザイン的にも機能的にも良かったですね。なんかこのサイズなんだけど、こう無駄に入れるところがあって分厚くなってたりとか重かったりとかなんかあったので、こうなんていうんですか、このカードサイズのあの入れ物なんだけど、あの小銭と札が入れられて、まあ、財布として運用できるっていう入れ物が欲しかったので、これいい買い物だったかなと思います。これ1000円にしてはお得なんじゃないかなと思います。ちょっとこれ、同じのがどこかでは売ってるかはわかりませんけど、熊野さんというところが作ってる、特別価格財布、KA。これなんか特別に作られたやつですかね。ちょっとわかんないですけど。まあ、いい商品です、これ。おすすめですね。はい、よかった。